しよし。なでなでしてほしいのか。よしよし。それ。横に揺らしてほしいよ。ほら、揺れるぞ。なでなでしてほしいのか。よしよし。横に揺らしてほしい。ほーら、横揺らしたぞ。その調子だ。ハルト、ほら、ミルクだぞ。またして悪かったな。おい、なんだよ、ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、キヨミです。スナックキヨミの。ああ、開いてる。入ってくれ。やっぱり。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。うちに来るのはみんな常連さんだから。あんたにも。え？子供の扱いにな。少し前に。あ、おやすみなさい。明日またハルト君のパパ。ああ、それじゃ。任せた。
ここらうるずっとってんか悪い。ナグモか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。あの頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわい。おう、言うた踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。しゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂、ちょうど今桐生さんのところに。俺にか。桐生さん、そっか、飯野くんのやってる草、急にメンバーが足り、それで私試合の、分かった。あんた、ごめんなさい。今からす、球場、私まだ支度があるから、先にロープウェイ、ロープウェイすぐに追いつく。ああ、分かった。
リンさん。俺も今ハルト君のパパ探さないといけないのにね。いや、帰ってはそう言ってくれなら行きましょう。ああ、頼む。おお、キリさん、よう来たの。じゃけ、宿代の代わり。ああ、分かった。いいの君、あんまりキリさんに恩着せが。なんなら。じゃけど、ほう、キヨちゃんもそがーにこいつの。いいの君には関係。冷た。おいじゃ、キリさんはライト。じゃけど、あんまり頑張。わしら、気軽に楽しゅう焼き。そう、でも相手チームはそういう。見て、キリ。ん、面白いもんじゃ。のう、キヨちゃん、あんた何？ええわけないじゃろ。なあキヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろ。そんなうさんくさい男に近づいちゃ。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れもええ。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ。今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なこと。そろそろ言われんでも分かっとる。かしら、もういいじゃないっす。ああ、あんた。いや、ちょっとした相手はヤクザ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だ。それにの、なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。急に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃな。大丈夫キリュウさん。ナグモが狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え、本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ、腐れけどが。死ねや。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。おいおい、まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。
よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。マジか。試合終了だ。おっこん、かばつたれが勝手に終わらすな。お疲れさん。悪かったな。よう、エンジャー。じゃけどあんた、腕っぷし、泣くものバカたれにゃ。そうそう、野球にだけは真面目だったのに見損なった。おお、それがええわ、キヨちゃん。なぐも…ところで、イーノくん。おお、そうじゃ。うちのチームの連中は、やっぱりこの子を見つ…そうか。この後、チームで打ち上げなんじゃ。いや、俺にはやることがあるんだな。それなら、私も…ほうか。もう、あんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さんかい…ああ、わっ…おいじゃ。はるかちゃんの手掛かり…見つからなかったですね。ああ、こうな…え？ここはそんなに…その割に遥の顔を知ってるに、あいつはこの町を素通りしただけで、もしそうなら…キリュウさん…アパートに帰るよ。あ、なら…ん？一汗かいてお腹空いたでしょ。そんな気…いいから、わかった。じゃあまた後で。